シドニオ・ベルナルディのカルドーゾ・ダ・シルバ・パイスは、ポルトガルの軍人、政治家、首相、大統領を務めた。独裁権力を握り、国王大統領と呼ばれた。マカオには、パイスの名を冠した、シドニオ・パイス通りが存在する。はじめ陸軍軍人で、士官学校で数学を教え、後にコインブラ大学でも、教鞭を取った。1911年に議員となり、 短期間だが財務大臣を務めた。ポルトガルが連合国側についた第一次世界大戦中の1912年から1916年の間には大使としてベルリンに駐在した。1917年12月5日、アフォンソ・コスタの民主党政権に対して反乱を起こし、権威主義的独裁性を敷いた。1918年4月28日に対立候補。 なしで大統領に選ばれた。その短い大統領時代には、カトリック教会との関係改善、参政権の拡大、リスの戦いにおける大敗北などの事件が起こった。1918年12月14日、北部の大東派反乱指導者との協議のためリスボンの、ロシオ駅からポルトへ向かう列車に乗ろうとした途中で、急進的共和主義者の銃撃を受けて暗殺された。 シドニオパイス通りの街路表、ありがとうございます。